おっすー。どうした？そんな疲れた顔して。まあ連休明けだもんな。ちょっとやる気が出なくなっちゃうのはわかるよ。だけど、そんな疲れた顔してると、どんどん幸せが逃げていっちゃうぜ。ほらほら、ニコーって、笑ってくれよ。ダメか。これは相当重症だな。そうだな。あ、俺、結構マッサージうまいんだ。な、よかったら、俺のマッサージ、受けてみない？意外と、効果あるかもよ。まあまあ、物は試しと思ってさ。ほらほら。ふふふ。それじゃあ、とびっきりの気持ちいいマッサージを、あなたに今からお届けいたします。最後までごゆっくり、お楽しみください。それじゃあまず、全体マッサージからやってくな。気分楽にして、リラックス、な。はーい。お客さん、凝ってますね。いつも頑張ってて偉いですね、お客さん。今日は、いっぱい甘えちゃってくださいね。いいんですよ。今日だけは、頑張んなくていいんですよ。ゆっくり、休んでくださいね。いつも頑張ってて偉いですね、お客さんは。さあ次はこっちのお耳をマッサージしていきますよ。こっちもかなり疲れが溜まってるみたいですね。こんなになるまで頑張っちゃって、今日ぐらいはしっかり甘えていいんですからね。ね。それじゃあ最後に全体のマッサージやっていきますね。最後なのでゆっくり楽しんでってね。お客さん、お客さん。あらら、気持ちよすぎて寝ちゃったのかな。しょうがないお客さんだな。お、起きた。お客さん耳弱いんですね。はい、これでマッサージはおしまい。どうだった？かなり顔色良くなったね。これなら明日からもバッチリだね。そんじゃ、帰ろっか。え、またやってほしいの？ふふーん。そうだろう、そうだろう。俺、マッサージ結構評判いいんだよね。でもどうしよっかな、予約制なんですよね。まあでも、お前が元気な顔見せてくれるんだったら、またやってもいいよ。だから、今週も一週間、最後まで、一緒に頑張ろうな。